どうも、ラーメン、つけ麺、油そば大好き、トラブでーす。最近ね、ちょっとね、油そばをね、なかなか食えてない。ラーメンは食えてる。つけ麺も最近食った。油そばだけ食えてない。ちょ、油そばに今、俺、飢えてるわ。なんかもし、美味しい油そばがあったら、教えてください。ね、この動画視聴後のみ、油そばによる飯テロ、許します。ぜひ皆さんの魂の油そばを俺に見せてください。お願いします。まあ、YouTube 画像送れないんですけどね。ぜひ Discord にて。Discord にて、飯テロお待ちしてます。ということで、じゃあ、早速やっていきましょうか。前回はね、結構ね、嬉しい勝ちをして、収められたので、この流れ乗っていこうよ。今日ちょっと調子いいから、このままの調子でいきましょう。じゃあ、早速、映ってるよね。OK。じゃあ、行きまーす。ワン、ツー、スリー。お、お、なんだって、強そうなチーム引くじゃないの、あんた。え、これ強くない？覇王の斧ですか？ほえー。うわーって、めって。え、待って待って待って。え、待って、強っ。待ってくれ、強っ。は？なんだこいつら、強くね？ドレアムにしよう。で、ちょっと火力メインで。ちょ、超高すぎて止まっちゃった。これドレアム行くか。はい。初のドレアム行きましょう。これ多分行けます、ドレアム。なんで、こいつらで、今日、これ初のドレアム討伐を目標に頑張っていきましょう。ということで早速、行ってみよう。レッツゴー。はい、というわけで、チーム紹介です。まずは装備、覇王の斧、天空の杖、そして三河橋の服、ガチガチ。ガチガチ。そして、両脇が、格闘パンサードラゴンライダーと、マージで強い。ほんまに強いです。過去一強いか、ワンチャン。対人戦もいけちゃいそうなぐらいの、強力なメンバーが集まっておりますので、まあ、ぜひともね、勝ちを欲しいところですね。まあ、つばぜり合いによる負けとかいうね、不毛な負け方だけしないように気をつけたい。マジでこいつツバデリゲーミングだからな。ほんまに。こんだけいいメンズ揃っちゃうと、マジでツバデリアイゲーミングと言わざるを得ない。ツバデリに勝てるか勝てないか大事です。頑張っていきましょう。まず白目ね。よし。白目ぐらいは、頼みますよ。トライブさん。さあ、技なんですけど、まあ、会心。でいいか。うん。多分、会心狙いでいいと思います。まあ、会心出ると出ないとだとね、全然違ってくるのですね。何してくんの？オータキャビー！これ多分格闘パンサー。そうだよね。まあ、3だからまあ、ほとんどのことがないから止まんないとは思うんだけど、そこは信頼をしていこう。あ、よいしょ！まあ、しゃあなししゃあなし。さあ、主人公、これ大事ですね。かっこいいぞ、これ。ザー、ブーン。叫んな。せめてさ、もうさ、せめてさ、外しもダメだ。叫んな、お前。もうどれやの、お前すぐ避けるからな、こいつ。チキン野郎が。真っ向から受けに来い、お前の体勢だったら。ほい。いいね。いや、当ててくれることは大事ですよ。うん。当ててくれることがね。さあ、これは結構、おー、いい回避！いいね。そうそう、それですよ。うん、いいね。耐久力も問題なし、シング。まあ、食らってたとしても1000ダメージぐらいだから、まあ、ドレアムって考えたら悪くないね。あー、いや、力持ってもそんなもんなんだ。いや、ドレアムいかれてんの、やっぱ。おいさ、やっぱ会心欲しいな。会心の有無で多分全然違ってくるわ、状況が。さあ、つばぜりチャンス。7秒。あー、微妙。フィジカルパワーでご利用すか。よし、危ねえ。よし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 。なんとか。危ない危ない危ない。普通に負けるかと思った。
で、音速の拳が炸裂。音速の拳炸裂。はい。まあまあまあ、いいダメージだ。あー、出た。勇気回収が難しいやつ。OK。4玉回収しっかり。これ、たーま使っちゃおっか。長引いても怖いしな。まあでもこのターン死ぬ、過剰だったかもしれん。過剰だったかもしれん。まあまあまあ、いいや。多分死なねえだろうしな。わからん。ギガデインで持って帰ったら、俺も悲しい気持ちになるから、それだけは勘弁してほしいわ。まあでもとりあえずこのターンにボーダー持っていければもう何でもいいからな。いや、ここで会心出して華麗にね、ボーダー着地でもいいんだぜ。おい、残念。主人公怖いな。大丈夫かな。大丈夫か。ああ、いいね。命中安定かっこ投射費。おい、強かった。オートキャビー、オートキャビーは大丈夫。あ、まあ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 、ここは全然いい。ここはいい。次止まんなきゃ何でもいい。次止まっていかなきゃ何でもいいです。次止まられるのはさすがにちょっと、ね、問屋がおろしポンツなのでよろしくお願いします。これ、あれ見たんだっけ？なんか直近で見た気がするな。なんか選んだよね、これ。ミレイユ。私、テリワンがね、大好きって話はね、まあ、ちょくちょくするんですけど、私の中のミレイユ、テリワンのミレイユだからさ、幼いんだよな。お姉ちゃん感ありつつも、まだ子供のミレイユが僕はすごく好きでした。でもちゃんとお姉さんなんだよね。私はお姉さんはいなかったので、なんか、良かったですね。ゲーム上とはいえ。ああいう姉が欲しかったです。はい。はい。ああいう姉がいたら、楽しかったろうな。あのね、マジで、つばり合いだけがめちゃくちゃ怖い。ほんまに怖い、つばり合いが。なんか、へくったらやだなー、怖いなーって、めちゃくちゃ思うわ。ほんと、つばり合いへくりはほんまシャレにならないからな。怖いなーってとこっすよね。一旦目様子見か、これ、もはや。あ、そっちの方がいい気がしてきたな。柔軟に動ける方がいいだろうから、一旦目は様子見でもいいかもしれんな。一旦目は様子見でいきましょうか。このまま。A 連打で。で、まあ、3ターン目つばりからの5ターン目にSP切るのが理想かな。それができたら素晴らしいと思っておりますけど、果たしていかがでしょうか。まずはお願いします。しっかり。アトゥー！オッケー、いいよ。このダメージマジ大事だからな。300ダメージ当たり合い当たれないってほんまにでかいから。両脇の外したわけが違う。いやー、回心欲しいね。白桃パンサーはそこそこ、おほー。やーばい。大丈夫？避ける。避けない。やばいち。ちょっと待って、マジでえぐい。待って。お前、やっぱバカだな、お前。お前バカだな。一応キピ。おー、すご。すご。マジかよ。やるやん、お前ら。おい、そういうナイス。いやー、いい。そういうのマジ大事。これ、主人公は覇者の怒りでいいか。当てる方のシフトしよう。主人公を無理に狙わんでええわ。こっちの方が大事な気がしてきた。マジでこれ当てるのほんと大事だから。よいしょ。オッケー、よしよしよし。それでいい。それでいいのだ。凍てつか波動、オッケー。凍てつかだ、大丈夫だね。溜まりすぎやて。凍てつく波動ですよ。ドリアムさん。溜まりすぎやて。溜まりすぎですって。ゾンビネーションだ。オーマイガー、オーマイガー、避けんな、だから。すぐ避ける、君は。スクリュークローで、会心出たからって、焦っとるんとちゃいまっか？行くか。いやー、勝ちたい、ここ。
タイム7秒式。オッケー、よし、ナイス。あとは振り。負けんなよマジで、しょうもないからな、それだけは。よし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 、もうウィリモコンのカバーぶっ壊れるんじゃないかっていう振り方しては、まあ半分壊れてるんですけどね。音作の拳一本。オッケーオッケーオッケー、いい、全然当てること大事です。ヒリュウギリー、ヒリュウギリー、よいしょ。さすがに勝てると思うな、これ。まあ、一旦様子見ていくか。うん。今回扇なんで、まあ、ダメージ見てればわかると思うんですけど、扇なんで、まあ、あと 830 ぐらいですか削れれば、勝てるので。まあ、次のターンに無理せず風マンとかで良さそう。オッケー、あれこれ。あれ風マン使うまでもないかこれ、もはや。いや、でも怖いな。多分これ、ダブルギガスロー足りてるんじゃね、これダメージ。そんな気がする。全然死にそう、ダブルギガスローで。いや、死にはしないか。ミラクルソード。これ、ミセプミラクルソードいけるか、これワンチャン。お前、外すぎだよ、お前。さっきの余計だけど。これ、ミセプギガ、ミラクルソードだね、これ。ライマンをトーマスで、やたらめったら使える、ミラクルソードを、ピューン、かっこいい地域。さあ、回復しましょうか。きっとこれでね、ダブルギガスローをね、剣外になったはずなので。これで安心ですね。さあ、行ったってくださいよ。ういえ、オッケー。とりあえず、ボーダー乗りましての、問題は、向こうが、どうしていくかだね。まあ、絶技なら、まあ、で、さすがにダブルギガスローも耐えると思うけどな。1900ですよ、あんた。ねえ。オッケー、じゃあもう勝ちだよ。死ぬわけがね、1900は。テンション溜まってなきゃ多分死なねえ。あ、でも余裕っすわ。あ、余裕っすわ。よし。勝ち。勝ち。はい、最、オッケー。いやー、やっぱドレアムはつばりゲーっすわ。うん。調子乗ってるわ。ドレアムはやっぱね、つばぜでゲーっすわ。つばぜに勝てるか勝てないかっすわね。ドレアムは。もうつばぜに勝った時点で俺の勝ちは決まっとったんや。ごめんな。もろたてくど。まあ、せっかくミラクルソードでもね、スキャンしてあげたので、ここは彼にね、締めてもらいましょうか。いや、このレックいいよなぁ。なんか、モンバトのさ、キャラクターたちさ、みんなそのさ、3D 仕様でさ、顔とかグラとか整ってるじゃん。共通で。なんかこの、レックのザ・勇者感いいよね。勇者感っていうのが主人公感か。まあ、勇者感でいくとそれ伝説の勇者が一番勇者っぽいんだけど、なんか主人公感強いのはレックだなーって個人的には思いますね。主人公らしい風貌というか、見た目がね、私大好きでございます。ごめん、ドレアムさん。あんた弱かったわ。うん。おととい来やがれってんだ。まあ、ということでね、皆さんもね、ドレアムに挑む際は、つばぜり合いにだけ、ね、ご十分にお気をつけください。それさえなんとかしちゃえば、こいつはね、もうぬるゲーなんで、余裕っす。こうやっていつか地獄のさ、縛りプレイとかでさ、見るんだよな、悪夢を。はい。ということで今日は以上になります。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。あ、ごめん。いや、スキャンしようとは思ってたんだけど、ごめん。弟くん出してあげられなかったわ。